エモヤンの人生ふらりつまみ食い。あ、大きいこれ。こんなのあるだろ、大きいの。1年ぶりの芋掘りに来ました。いつも石井さんのところ、芋を掘らせてもらうために1年待って、1年待ったということは1年私が長生きしたということになります。今日も、サンケイスポーツ、次期社長の菊川達郎さんと、1年ぶりの、芋掘りで、一気にね、俺らはもう口発でいきますけど、菊川さんはどんどんね、出世して芋掘りなんかしてる場合じゃないんだけど、まあ今日は芋掘りのために、1年ぶりに来まして、すまないすまない、いつもありがとうございます。1年ぶりに来ましたんで、聖子ちゃんも元気そうで。いや、これでかい、でかいのあったよ、これ。こんなでかいの、いいっすね、これね。てなことで今日は収穫があれば、まあちょっと時期がね、まあちょっと過ぎてるそうですけど、それでもこんなのいいのがありますので、今日はもうすぐこれから数時間後には、数時間もしないな、いやもう茹で上がったやつを、食べさせていただきます。まあこれはもう本当に命の洗濯みたいな、芋掘りでございます。まあ皆さんもどうぞって言った割には何も言わなかったですけど、こんなでかい、これ聞きますよ、これ。よろしくお願いします。で、ありまーす。これでもでかいのばっかり、ここ。こんなでかかった去年。こんなでかくないよ、去年は。今年の方がでかいで。自分たちがいろいろ楽をしてるから。5分大作業、こんだけ取るだけで、5分やっただけでもう体が動かないぐらい。大学時代のトレーニングを思い出せる。いや、農家の人たちはね、頭下がりますよね。本当だよ。これはこういううまいもの食えるとはいえ、スーパーで買うあのジャガイモと違うからね、これは。いや、今日も、このモンボバラの、私有地の、ジャガイモ掘り、それから、まあ、今日はキャベツ、それから、キュウリ、ナス、万願寺唐辛子。いや、しかし、なるほど。これやっぱ来てよかったね、今日は。いや、もうエモさんのやっぱ大きいのね、僕小さいの多いですけど。いや、でもこれも最高やね、これ。いや、そのままあの人間のスケールを表す。いやいや、今日は十分取れましたんで。ちょうどね、日中37度とか8度とか言ってたんだけど、はいはい、夕方やっぱ涼しくていいね。いいです。こういうその田舎っていうか、最高ですね。こういうとこはなんか火が欠けるとね、気持ちがいいです。気持ちいい、やっぱりいいよ、こういうところは。年取ったらね、まあ、あのこれから働かなきゃいけないけど、俺なんかもう本当ね、もう100勝します。100勝言っちゃいけないんで、今は 農業、農作業、楽な、あんまりしんどくないやつ人が作ったやつを取って東京からでも1時間半ぐらいでね。おいや、もう全然こんないいとこ。いや、素晴らしいです。毎年やらせていただいて、金があればこの辺に別荘でもと思って。石井さんの本当農園には本当お世話になってます。ありがとうございました。
万歳、今日もイエーイ、じゃがいも恒例のじゃがいも掘りの後は、農作業の後は、銀ちゃんずつで仕上げということで、私はとりあえず、この刺身からいきます。皆さんはそれぞれ、いろんなものをいただくと、まもなく、じゃがいもが蒸し上がります、ね。そんなことで、最高のパターンで最高。これはね、なんでしたっけ、鳥貝じゃなくてな、あ、ホッキ、ホッキはもうそのまま食べる。うまいこれ、ホッキ。向こうからずっと順番にどうぞ行って帰ってきてください。サネルの陳列じゃないんで。私はとりあえず貝尽くしです。貝尽くし、アワビの肝、うん、甘い、うん、どうぞやってください。調べに激務でちょっと痩せたんで、いっぱい食ってもらわないとダメなんです。どんどん食う。そう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 。本日収穫の、じゃがいもが、上がりました。もう出来たてのほやほや、ほんの1時間ほど前までは土の中にいました。千葉の茂原の土の中に、いた、じゃがいもです。もう大地の恵みを、前も言いましたけど、残り少ない人生、じゃがいもと共に生きよう。それはない、まあ、うまいですよ。今日の星の朝はでかい、でかかった。さあ、それでバターと共に、めっちゃうまい。この蒸し方がまたうまいから、いきます、いきます。バターつけて、バターバタジャガ、ジャガバタ、これが本場のジャガバタ。最高、最高です、最高ですばっかり。巨人なら青の人どうみたいなセリフになってしまいました。や
取れたてのね、独特のね、こう歯ごたえですよ。うまくうまく。